皆さんこんにちは、マリ太郎です。今日はですね、母がね、ちょっと振動マシンみたいなダイエット器具を買ってきたので、それをちょっとね、紹介したいと思います。機械はね、こんな感じだと思うので、機械はね、こんな感じで、まあ、リモコンがついてて、普通の振動と、なんか今流行りの EMS という電気がね、体に通るやつの2パターンが選べて、こうなんか押して、これでなんか EMS、ここのところに足を置いて、この鉄のね、ところに足を置くと電気が体を通る。それでこれでやると、こんな感じに揺れて、10分で切れるので、ここにタイマーがね、9って、あと9分みたいな感じで出るこの機械なんですよ。はい。これをね、今日やってみたいと思います。はい。では実際にね、どのぐらい揺れるか乗っていきたいと思います。じゃじゃん。そして、こんな格好で乗らせていただきます。これこの前、歌謡祭で着た、衣装の上と中なんですけど、私短パンとタンクトップとかあんまり持ってないので、これだったら揺れるのがちょっとね、こういうところ見えるかなと思って。そしてせっかくなので、歌謡祭で歌った作詞作曲マリコオリジナル曲の泣いていいよを歌ってみたいと思います。ちょっとブーツとかね、履いてないので短足なんですけど、お見苦しい点お許しください。では、早速歌って、乗って歌ってみたいと思います。では、スイッチをオンに。では、カラオケをかけて歌ってみたいと思います。どういうこと？闇の静けさにこの胸の痛み、叫んでも届かないあなたには、近くに感じたあの道も今はとても遠いよ。私が歌うこのメロディー、あなたに届きますように、遠く遠く響けよ、光輝く彼方へ、会いたい君に会えない、今日もあの空見上げ君を思い出したら泣いていいよ。こんな感じです。はい、ということで、いつまでもね、あんな格好でいてもちょっとおかしいので、着替えてきました。ではちょっと、次にもう一個だけ挑戦したいと思います。機械に乗って、このね、鴨だしそば、これを食べれるのか食べてみたいと思います。なんか、毎度バカな挑戦ですみません。では、ちょっとやってみたいと思います。リモコン。食べたいと思います。食べれるかな、熱いの。いただきます。待って、熱いからね。
これもうちょっとさ、アップのが見やすいな。ちょっと待って、アップで一回は移動して、このぐらいで。どうこれ見える。ちょっと待って、一応もうちょっと高さ、このね、このが見やすいな。いただきます。揺れ方が変わるんですよ、これ。なんか途中でね、こうゆっくりになったり、このゆっくりゆっくりでまた辛い揺れ方が、この揺れ方食べにくい。こんな感じで、また少しすると早くなるから、この人これそれ早くなった。降りて、食べたら美味しい。ほらカモ、これ美味しい。かさってさ、汁が飛び散ってさ、味がわかんない。最近ね、このカモだしそばにハマって、なんか期間限定。これが美味しいんですよ。なんかちょっと、おつゆがね、香ばしいの。美味しかったです。私なんかね、ここの、マリオネットラインって言うんですけど、ここがね、おばあちゃんもあったんだけど、うちの家系、多分家系で、ここがなんか膨らんでんだよね。これが、嫌なの。で、あの、機械すっごい顔がブルブル揺れるから、これを取れたらいいなと思って頑張ってるんですよ、私。このシワネ目の下の、笑うと、こっち側がすごいんですよ。ね、これが嫌で。なんか、お腹とかも痩せてほしいけど、顔が一番ここら辺痩せてほしいなと思って頑張ってます。で、縦にして塗ると、茹で方が
こんな感じ。あるかな。全然ないです。なんと顔まで。顔まで揺れる感じ。ここなんだろうな。縦に揺れてる感じ。ずっと全身。結構縦にするとお尻の辺とか背中とかが鍛えられて、あと私は顔が一番鍛えられるような気がするんですけど、この感じで揺れてるの。顔まで、これぐらい。これで揺れるぐらいの振動を。そして、次に横にしてみますね。横にすると、どんな感じかっていうと、横にすると、どうだろう。よいしょ。ちょっとやってみます。多分見た目わかんないけど、さっきはなんかこういう感じだったんですよ。これはこう、左右に、これの方がちょっとなんか上半身はほら喋れるぐらい声があんまり揺れないけど、下半身のこのお尻とこのウエストの部分がこういう感じで揺れてるからウエストが細くなりそう。声はあーっつってもそんなに揺れない。上半身揺れない、下半身ぐらい。今強くなったけどそれにちょっと喋れるぐらいですね。こうこんな感じ。見た目わかんないですよね、やってる感じ。違いがね、実際やってみるとわかります。これをなんかね、1日10分やるだけでちょっと変わってくるみたいなんでね、頑張ってこれからもやってみたいと思います。はい、というわけで今日はね、振動系のね、こう揺れるダイエットマシンに挑戦してみました。テレビのね、サイトでこうなんかね、やってたんですけど、こう、結構ね、お腹タプンタプンした人がね、乗って毎日10分、3週間後にはね、ほんとなんかウエスト引き締まってタプンタプンがなくなってたんですよ。なので、私もちょっと頑張ってね、毎日10分やりたいと思います。私でもお腹とかはもう痩せたいけど、顔が痩せるっていうかね、たるみね。だってなかなか顔って普通こんな動かないじゃないですか。それ動くからもしかしたら引き締まるかなっていう期待を胸に。決めて毎日頑張りたいと思います。では最後までご視聴いただきありがとうございました。インスタ、TikTok、Facebook もやってますので、概要欄に URL 書いてありますので、よかったらフォローお願いします。それではまた、最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。